今呼び出し受けたんで。はい、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。どちらかと、モンタナさんたち息子写真撮ってもらったんですよ。多分自分ですか、ね、私は分からないんですけど。マジですか。そうなんですよ。よくモンタナさんに行って。1年前ぐらいですか。1年ぐらい前かもしれないです。最近行ってないですよ、僕。あ、最近よく行きます。グローブとか。はい、あ、野球やんないの？やってるんです。こっちでやってる。やってるんですか？やってる。小学校でやってます。少年野球で。少年野球で。すげえ。すごいじゃないですか、ね、めちゃめちゃ見てます。本当ですか？ありがとうございます。カウボーイ西ファイターズです。カウボーイ西ファイターズ初めて聞いた。マジですか？初めて。これから強くなっていくんで。あ、本当ですか？リマジーエースで4番。エースで4番で頑張って。はい、だってどこやってんの？趣味セカンドやってんの？セカンドやってんの？すごいっしょ。セカンドバッティングは左打ち右打ち？右打ち。同じ右打ち。同じ同じっす。少年駅呼んで遊びに行くから来てくださいって。行きます。かわいい。かわいい。行きます。え、確かに。イエーイ。ちゃんいいじゃん。私野球やってないけど。野球やろ。野球やろ。すごい人多いしな。多くなりました。あ、そうなんですか。あの3年生今10人しかいないんで、うん、下が上も多くて下も多くて、うん、でやっと、うん、ね、やっといろいろできるような。橋本さんっているじゃないですか、1年生の橋本君、うん、お父さんと会社一緒なんですよ。あ、本当ですか。あ、そう、普段はあのあれですよね、サラリーマン。そうそうです。土日 YouTuber。 そうですそうです。あ、そうなんですか。そうですそうです。はい、書いた。それで呼ばれました。あ、そうなんですか。横田さんじゃなくて。あ、は、あの、あ、呼ばれたんで、じゃあ横田さん繋いでよ。あ、で、須田さんの方に話が行って。あ、そうですそうです。そうですそうです。あ、映ってるよ、大丈夫。映ってる。めっちゃ映ってるよ。めっちゃ映ってる。めっちゃ映ってる。でも結構加工していただいて、芝とかなんか。明るくしておきます。写真撮る。写真撮る。いいんですか。写真撮ろうか。カウボーイにスパイダー見て。カウボーイにスパイダーです。危ないポーズ。ないですか。ええ、何やってるの。すごい、気まずいじゃん。僕撮りますよ。いいですか。すいません。気まずい。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。釣り大丈夫ですか。ちょっとあの撮影風景も撮らせてください。あ、全然あのストーリーとか上げてもいいんで名刺をしてもらって。そうですか。そんな高度なことはできないんで息子にやらせます。お願いします。ありがとうございます。というわけで、佐山深夜取材ですけど、そろそろ終盤ということで、今ケースバッティングかなしてると思うんですけど、まあ、待ってる子たちにちょっとインタビューしようかなと思います。はい、ではカナダ君、はい、お願いします。カナダ君何年生？中2です。中2。はい。めっちゃでかくないですか。なんか普段は試合とかで何番打ってるんですか。5、6ら辺です。5、6打ってるんですか。はい。3年生と一緒の試合で。いや、3年生の試合は代打とかで、うんうんうん、いつも出てます。出てる。じゃあ2年生主体の試合だと5番とか6番とか。めちゃめちゃ破壊力がすごいバッターだっていうふうに聞いたんですけど、はい、バッティングはやっぱ自分の中で自信ありますか。まあ自信はあります。あります。自分のバッティングでなんか どこをどこを見てほしいとか、どこが僕の自信ですとかありますか。アウトコース飛ばすのは自信があります。すごいっすね。どういう意識でバッティングとかスイングの軌道とかなんか意識してますか。体全体の連動とか、うん、意識して。体全体の連動っての俺中2で行ったことないわ。すごい意識高いわ。もう足から入って腰、うん、腕って感じで。うん、すごいね。じゃあちなみにその2年生って何人いるんですか。20人ぐらい。25ですね、多分。25ですか。その中でやっぱどうですか、その仲いいとかうるさいとか。いや、まあ仲はいいですね。仲はいい。まあ、本当この3年間しか、ね、あの佐山シニアというチームで、ね、プレーする機会ないじゃないですか、はい、
まあ、高校行ったらみんなバラバラになるわけじゃないですか、はい、その3年間ってすごい大事な期間だと思うんで、はい、そこでどう頑張るかで高校のそこから先決まってくると思うんで、はいはい、頑張ってください、はい、はい、では終わります。ありがとうございました。はい、ではお二人目お名前お願いします。そう、森田春樹と申します。森田くん、はい、春樹くん、はい、はい、なんか2年生キャプテンということでね、なんかみんなからの抜擢で今ここにいると思うんですけど、はい、2年生の、まあ、他のメンバーはどういう選手が多いですか？いや、野球が上手い人もいれば仲良くて素晴らしいチームだと思います。政治家？今部員が25とかいるじゃないですか、はい、その中でやっぱりね、まあ、試合は9人じゃないですか。だからやっぱさ、出れない選手もやっぱこれが出てくるわけじゃないですか。どうのようにして僕はレギュラーを勝ち取って出ていこうって、なんかそういう意気込みとかあります？いや、まず自分に負けないことですかね。自分、はい、根性を持って頑張ることを意識します。なるほど、はい、楽しそうにやってますし、この狭山シニア、ここ今2年生ですよね。はい、2年生です。最近で言ったら大会とかはどうだったんですか、結果は？いや、ちょっと負けが続いてますね。なんかすごい、なんかコメンテーター、コメンテーターみたいな。まあ、まあキャプテンだしね、はい、あのチームを引っ張っていく存在でもありますし、はい、はい、頑張ってきます。頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。高橋大地です。大地くん。高梨陸です。高梨陸くん、はい、お願いします。お願いします。なんか好きなの喋っていいよ。そう言われたら ね、 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 ね、全然喋んないやん。なんか好きなことって急に振られても、ね、難しいですか？はい。最近なんかハマってることは？ハマってることは、うん、ダメだなこれ。変化球ってゲームっすね。あ、ゲームっすか。野球の話がいいな、よければな。変化球の研究っすか。うん、ピッチャー、うん、ピッチャー、はい、ピッチャー。あ、左投げ？右っす。右投げ、右投げ。右っす。そっか。まあ変化球何投げですか、ちなみに？そう、一応カーブ、スライダー、フォーク、スライダー、うん、めっちゃ投げるよ。チェンジアップ。すごい投げんじゃん。何投げる？スライダーとカーブとナックルとフォークとシュートっす。まあ、全部ね、高い精度のものをさ、ちょっと習得して頑張ってくださいね。はい、はい、ちょっと体が多分ちっちゃいと思うし、どうなんすか？身長じゃなくてな、横とかこうがっちりさとか、あとはたくさん寝れば身長伸びるから、たくさん寝る、たくさん食う、はい、目指してね、3年生の先輩のようなあの体型になれるように頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、こんにちは。こんにちは。何年生ですか？3年生です。3年生。いいじゃないですか、3年生。大きいな、3年生。180ぐらいある。178です。178。176です。すごいね。中3で。しかも中3初めだし。180いくね、多分これね。ちなみに、なんかどこを持ってんすか、2人とも。ファーストです、自分。ファースト。ピッチャーとサードファーストです。え、ピッチャーちなみに何キロぐらい投げるんですか？120ちょっとぐらいです。どんどんこう体が大きくなるし、強くなると思うんで、そこで多分上がっていくと思うんでね、頑張ってください。はい。いつもなんか何番打ってます、試合で？打率が低いんで9番です。9番まあ足速いってことかな。まあ足もそれなりに。それなりに。何番打ってますか？5番です。5番打ってますか？あともう半年ぐらいですか？はい、引退ですもんね。はい、うん、残りね少ない期間ですし、悔いのないね、はい、練習して頑張ってください。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。俺です。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。じゃあお名前お願いします。市川礼一です。大地くん。3年生です。3年生。はい、あれ弟がさっき。はい、答えました。だよね。はい。いた？うん。1年生で。あ、インタビューしてた。うん、あ、なるほど、じゃあお兄ちゃんってことで。だよね、多分。はい。すでに。お兄ちゃんっす。お兄ちゃん。お兄ちゃんっす。お兄ちゃんどこ守ってんすか？お兄ちゃんは。お兄ちゃんライトっす。ライト、はい、一人称お兄ちゃんはやばい。すいません、いや自分打てないんで8球とか。8球、はい、さっき9いたな、さっきってことは8だな。8球変わったりこう。はい、いや、まあ前回は8でした。前回8だった。なんか自分のプレーの中で、はい、自信になるとかどこですか？肩は肩いいの割と。いやでも他に自信にあるものがある。肩はじゃあ何、遠投がいいのか、それとも試合の時の送球がいいのか、どっちですか？送球はいいって言われます。うん、大事だよな。え、何が得意？バックオン、バックサード、バックスか？いや、どこでも。どこでもいける、はい、ノーバンで。はい、あ、ノーバン、まあワンバンとか、はい、まあ、いいとこに、はい、
そういうの大事だよな。まあもう半年ぐらいしかやっぱないんじゃないですかね。はい、最後の大会も夏頃だと思いますし、はい、ね、あの、まあ、来年は高校生になるわけだし、はいはい、悔いのない中学生活を送ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、狭山シニアのね、今ランナーをしてる子たち時間があったのでインタビューしてみました。なんか面白いですねやっぱね。うん、特にやっぱ3年生はね、3年間やってんなっていう、2年間が2年間やってんなって感じで、そう、あの仲いいっていうのがさ、すごい伝わってきた回でございました。まあ、監督さんもね、あの厳しくのベンチの方でね、こう見てる中で、選手らも楽しくなんかわけとしてたんでね、雰囲気はいいんじゃないかと。それで入団した1年生たちも、まあそうね、先輩たち優しいって言ってたし、すごいわかる気がしました。まあ本当に施設がめちゃめちゃマジで、ね、今本当誰もいないですけど、施設がとにかくすごいんで、だってちょっと待ってね、センターが115ありますね。これか、うん、センター115、そうあるし、よかったじゃない今日狭山シニア来たけど楽しいね、うん、ウェルカムウェルカムで。そうね、シニア取材がそもそも珍しいからね。そうっすね、シニア、まあ、環境がね、まあ、シニアとボーイズでなんかそうね、中身の違いってそうそうないと思うんですよ、うん、大会のルールとか大会出る出場のあれぐらいで、まあ、ちゃんと練習して大会出てっていうのは変わんないと思うんで、まあ、3年生は10人、2年生25人、1年生が22人とかいうね、たくさんいるチームですけども、また来年もね、どんどんこう6年生や5年生たちが上がっていって新しく入団してくると思いますし、まあ、狭山シニアのいいところをね、もっと出してね、また何回もお邪魔できるような感じがするので、はい、どんどんまた対決も今後やっていきたいなと思いますので、今後もよろしくお願いします。それでは、狭山シニアいいチームだなと思った方は、チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。